皆様、こんにちは。こんにちは。私たちは小美玉市より来ました響く宴と書いて京愛と申します。今年初めてのステージになりますので、とても楽しみにしてきました。私たちは、皆さんに写真撮っていただきたいし、動画も撮っていただきたいし、全然 SNS 等にアップしていただいて構いませんので、ぜひぜひどんどん写真の方を撮ってください。そして、私たち、よさこいの演舞最中に、掛け声の方をかけさせていただきます。その際に大きな声を出すので、ちょっと飛沫感染防止のためにマスク着用の演舞の方をさせていただきます。ただね、皆さんに、私たちの目力できちんと、楽しい演舞を楽しい見ていただきたいと思いますので、30分間楽しんでください。よろしくお願いします。お願いします。それでは、私は踊り子の方に入りますので、MC の小福屋さんの方に、マイクの方をお渡しして、演舞の方をさせていただきます。お願いします。はい、はい、皆さん、こんにちは、小福屋です。この共演と一緒にね、この場所を盛り上げていきたいと思います。こんな時にね、こんな中で、こんだけ人が集まったのは本当にいいことだと思います。せっかくなんでね、今日一日楽しんで過ごしてもらえますように、いつも通り、いつも以上に明るい気持ちで、行っていきますので、お付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。さあ、みんな、元気よいこうか。じゃあ、一つ目、ガッサン、構え。山の椿を咲かせる東からの